足は頭卓、あだ名は中英じゃ。今は漢王朝のつまらん官職に収まっているが、いずれは天下をつかんで主治肉林を手に入れる男よ。今わしの庭清涼ではバカどもがくだらんまじないを信じ黄金と名乗って暴れている。おのれ、わしの庭を終わらすやつは皆死刑じゃ。奴らはまやかしを繰り出してくるだろうが、術者さえ倒せば収まろう。このわしが術もバカどもも全て切り刻んでやるわ。乱す邪教徒どもを皆殺しにし、わしの名を天下に知らしめるのじゃ。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。さあ、天の獣どもめ、潰れてしまう。これは黄金の奴らの力なのか。なるまい。敵将討ち取った。このアホどもが妖術なんぞ無視せい。岩を落としてやつを倒せばよいのじゃ。金ばなるまい。敵将討ち取った。おお、これじゃ。これで道を作るのじゃ。止まるじゃ。顔をかず攻め立てよ。鮮やかなお手並み。止まるじゃ。さあ、あとは妖術の元を消し去るのみじゃ。止まるじゃ。負ける日もある。敵将討ち取った。妖術はやんだな。全軍突撃じゃ。今だ、攻めかかれ。
我らが健康な守り、僕と見るがよい。止まるでしょ。追い込んでしまいましょう。ボングどもめ、まやかしと戯れるがいい。あ、こいつら攻撃が効かない。俺もやりますぜ。この役立たずどもめ、幻を作ってるやつを早く始末せい。いざ、共に邪教を打とうぞ。鮮やかなお手並み。一気に押し込んでしまいましょう。それが知れてきたよ。一気に追い詰めるのです。負ける日もある。止まるしよう。打ち取った。
邪教の親玉め、こまぐれじゃ、死が成敗してくれるわ。黙れ、邪悪なる魂の宿主よ。この魂、天に代わって召してくれよ。我に逆らうは天に逆らうもおらずぞ。めったきじゃ。我が魂天へと昇らん。敵将撃ち取った。邪教の親玉、聴覚は撃ち取ってくれたわ。わしに盾つくとどうなるか、諸侯も旅どもも分かったじゃろう。まだ主治肉林の野望は始まったばかり。魔法どもがいなくなったこの領主で力を蓄え、一気に天下をつかみ取ってくれるわ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び幼年神童と称された人物のようじゃな。